BE:FIRST さんたちとはやっぱりちょっと違った毛色なのかなっていうところも、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。本日豊洲ピットに向かいマーゼルさんたちのステージを見てきたんですけれども、素晴らしかった、びっくり、すごくかっこよかったですね。そんなにたくさん見てきてるグループさんではないので、その YouTube のコンテンツを見させていただいてる中で、いろいろとこう最近皆様をこう知るようになってきてというか、何から話そうかな。まずめちゃめちゃびっくりしたのはファンの方たちの熱量、ものすごかった。もうフェスかと思った、クラブイベントかと思うぐらいガンガンに皆さん乗ってて、多分ちょっと年配の方とかもいらっしゃったと思うんですけど、ガンガンに乗ってたんですよ、こうやって。でなんか湧き方もわーっていうか、みたいな、こういう手の人とかいて、こういう感じの手の人とかいて、うん、クラブイベント、なんかめちゃめちゃイケてるイベントに来たんじゃないのっていうぐらい、ノリもすごく良くて、歓声もすごいし、掛け声ももちろんすごかったですし、なんかねズン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 って感じでした。うん、すっごい元気、ファンの方たちが。でそれを見てなんかこっちも思わず笑顔になるというか、最高じゃんみたいな、気持ちが、うん、うわみたいな。こんなに熱量があって、もう 3,4 年ぐらいやってるグループさんのノリみたいな風に思うぐらい、ファンの方たちのそう一体感が本当にすごくって、毎回あのテンションなんですかね、マーゼルさんたちのライブは。結構びっくりでしたね。であと思ったのは、マーゼルさんたち曲がめちゃくちゃいいなと思いました。改めて今日かかってた曲とかはもうちゃんとその最後に向かって王道に盛り上がる、だから分かりやすさがあるんですよね。最後のうわーっていうみんなで盛り上がっていくあの感じが、そう結構で曲が乗りやすい、湧きやすい、分かりやすい、楽しい曲が多い、すごくいい音楽に恵まれてるグループさんなんだなっていうのも感じましたね。うん、僕そんなにめちゃめちゃ音楽、マーゼルさんたちの音楽めっちゃ詳しいわけではないんですけど、シンプルにあいい曲やーって思いながら頭こうなったりとか、毎回あんな感じなんですか？ノリいいですよね。なんでだろう。メンバーの方たちの MC とかも聞いてて、結構関西の出身の方が多いのかなね、なんかその雰囲気ありましたよね。 MC が面白いみたいな、なんかそういう関西乗りじゃないですけども、トーク力みたいなバラエティ感もすごくあって、乗りがいいのかな。その雰囲気を分かってるから、皆さんなのとファンの皆さんもなんかもう最初から結構ほぐれてる感じ。曲始まる前にパレードがかかっててうわーってなったじゃないですか、もうすでにみんなで大合唱みたいな、あのあたりとかすごかったですね。確か赤井龍くんトークめちゃめちゃうまいめちゃめちゃうまい、なんか本当にバラエティ番組の司会とかできそうなぐらい、あとバラエティコーナーみたいなのもすごく良かったですし、面白かった、なんだっけ、当てるコーナーみたいなやつね、なんだっけ、形を揃えるやつとかね、外れたらなんか外れたことが長いやつね確かに長いなと思いました、言われて思いました、あ本当だ長いなっていう。でそのプー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 ンワンワンみたいな、なんかそういう外れた時のブブーンみたいな音があるんですけど、なんかね長いんですよちょっとピンポーンみたいなじゃなくてワン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 みたいな、そこにやっぱ長いねんなみたいな突っ込めるのがすごいですよね。
ホリデーよかったわ。アイスもよかったし、ファイヤー、ビビットもよかったですね。あのね、ホリデー僕結構すごい楽しかったですね。カーニバルもよかったし、あ、でもそれで言うと聞きなじみがあるのは個人的にはパレードだったので、パレードライブの楽しさ半端ないなって思いました。もう最後のドンスタップになるところとか、うわいい、来て来て来てみたいな、うわーみたいな、一曲一曲のなんだろう、聞き応えと見応えが素晴らしくって、確かにこうやって見ると全部で8曲かなやっていらっしゃいましたけども、すごい満足度高かったですね。あ、なんかもう終わっちゃったとかって言うんじゃなくて、あ、なんかもう終わっちゃったっていうか、もう終わっちゃったみたいな、もっと見たいみたいな雰囲気にはなりましたけど、でもそれでもなんか食べ応えというかガツンと来たところがあったので、うん、すごいと思う。ポテンシャル、なんか皆さんのその MC の面白さだったりとか、あのふわふわした雰囲気もそうだし、チーム感空気感もそうですけど、ファンの方たちの完成度完成度っていうか、そう、あの仕上がり具合とか見ても、1年経ったグループさんっていう感じ全然しないですね。うん、だしずっとマイクパフォーマンスだし、やっぱり BMSG さんっていうそのマインドもしっかり乗っていて、で BE:FIRST さんたちとはやっぱりちょっと違った、毛色なのかなっていうところもライブ見てて感じましたね。楽曲の雰囲気とかもそうですし、一体感、グループとしての一体感、色味みたいなものは結構違うなって思いました。核となる部分、大切にしている部分ですかね、アーティストとして大切にしていきたい部分っていう、プロフェッショナルにおける水準、目指しているところは結構やっぱりなんでしょうね、 BMSG マインドっていうものの共通なんだなっていう風に見えるところももちろんありましたけどもいやでもすごいわ、ブレイクダンス盛り上がったわ。パレードの2サビの入り、いったれーみたいなね、あれすごかったです。本当にうわーかっこいい、盛り上がるんですよ。だからシンプルに盛り上がる、本当に見せ方的にもそうだ、曲もそうだし、なんかねアドレナリンがどんどん出てくる感じですね。帰りの電車でずっと聴いてましたもん、パレードあれパレード、あれなんか聞こえ方全然変わりましたね、ライブに行って。そのぐらい食らったな、衝撃。ここまで見越してだから作ってるんだなっていうのも改めて感じましたね。うわー、だから YouTube で見るのももちろん大事ですし、まあその何でしょう、まあイヤホンで聞いたりとかっていうの大事ですけど、ライブでパレードを浴びたら多分ね全員好きになるわって思いました。パレード聞いたことない人もライブ会場で聞いたらっていうぐらい、かなり名曲なんだなっていう、この曲奥深いって思っちゃって、いやもちろん全部奥は深いんですけど、 BMSG さんたちめちゃくちゃ層が厚いんだなっていうのを感じましたね。全然違うこうベクトルでここまで鮮やかなグループさんたちがいるんだなっていう